どうも。はい、今回ですけども、今日はですね、かなり久々にですね、デニムを買ったんで、そちらを紹介したいと思います。はい、ということで、まあ、今回ですね、購入させていただきましたのが、初めて買うブランドになりまして、で、まあ、昔から、ある有名なブランドではあるんですけども、今回初めて買いましたね。はい。まあ大体ジーパンっていうと、まあこういうリーバイスですかね。リーバイスのパンツが、まあ無難なところではあるんですけども、今回、購入させていただきましたのが、フルカウントっていうデニムを購入させていただきました。まあ、フルカウントって言うともうだいぶ前からあるよなっていうことで、まあ自分が、何歳だ、中学高ぐらいの時にすごいデニムがめちゃくちゃ流行って、ジーパンが流行って、その時から確かあるブランドかなと思って、今から20年ぐらい前からあった、そういうのその当時から あるなっていうのは知ってたんですけども、でただ一回も買ったことなくてですね、で今回たまたまネットを見てましたら、なんかその履き心地がいいだとかっていうのも書いてあったし、そうなんかなと思って、デニムなんてどれも一緒じゃねえかと思ってですね、ちょっと興味を持ってですね、1個ぐらいちょっといいのを買ってみようかなということでですね、今回、買ってみました。はい、で今回買ったのがですね、こちらになります。フルカウントですね。あ、こういう、まあこれリジットじゃなくてワンウォッシュ、もう1回洗ってあるようなものになるんですけども、こちらを今回買いました。後ろがこんな感じですかね。はい、ここにポケット何も模様がなく、このカーパッチが本当なんか干からびたような感じになってるんですけども、はい、で今回買ったのが1101っていうタイプのモデルになります。はい、で本来は一応ネットで見た時に、最近結構薄い生地、これだと 13.5 オンスっていうなんか厚みの生地なんですけど、今 11.5 っていうのが出てて、薄いのが出てるんで、まあそっちの方がいいのかなと思ってですね、あんまり今時期的に暑いんで、あんまり暑いやつどうかなと思ってですね、そういう薄いやつを買いに行ったんですけども、でまあちょっとジーパンだとサイズ失敗すると嫌だなと思いまして、でネットで買うよりかは、まあ取り扱ってる店舗に行った方がいいのかなということでですね、今回は店舗で、買いました。はい、試着をしてですね、で今回買いに行ったのが一応ちょっとフルカウントの、取り扱いの店舗調べましたら、やっぱりフルカウント名古屋とかそういう店舗はなかったんで、本当取り扱ってるところが5店舗ぐらいかな、4、5店舗あって、で境にそういう取り扱ってる店舗さんがあったんで、そちらに買いに行きました。はい、確かトラビスさんっていうお店ですかね。はい、結構シュプリームの割と近くにある店なんですけども、そこで買ったんですけども、はい、やっぱでもちゃんとサイズ確認してよかったですね。で本当はその 11.5 オンスの11105を買いに行ったんですけども、実際これ試着したらですね、1105がかなりなんかシルエットがめっちゃ太かったんで、あーちょっとこれめっちゃ太いなと思って、ちょっとイメージと違うなと思って、でそのオーナーさんに、店のオーナーさんに、そのなんかもうちょっと細いのないですかって言われて勧められたのがこの1101だったんですね。はい、でただこれオンスが 13.5 になるんで、まあ、ちょっと分厚く、まあ、通常のジーパンの生地なんかなと思ってですね、一応履いてみましたらですね、思いのほかシルエット的にはこっちが良かったんで、こっちを購入したって感じですね。はい、でやっぱ試着して、でちゃんと裾もちゃんと切ってくれるんで、やっぱ店舗で買った方がいいなと思ってですね、正解でしたね。ネットで買ってたら、まあ、失敗してたなと思います。はい、まあ、本当に、まあ、特に本当にあんまり説明するところもないんですけども、まあ、全部こういうボタンフライですね。まあ本当は自分ジッパーがいいけど、まあこういうデニムってボタンフライしかないと思うんで、まあそれもいいのかなと思ってですね、ちょっと久々にこういうの履いて楽しもうかなっていう感じで買いましたね。はい、あと生地がですね、このジンバブエコットンって言いまして、なんかかなり高価っていうか、まあ希少ななんかそういう糸を使ってるようで、なんか肌触りがいいみたいですね。まあ実際これ普通の
これリーバイスのジーパンと履き比べてみたんですけど、だいたいこれウエスト同じなんですけども、なんかですね、やっぱりこのフルカウント履いてみたら、あ、やっぱりそのネットに書いてある通り履き心地がなんか茶湯違う、若干ちょっと気のせいかわかんないですけど、こっちの方が履きやすいんですよね、意外に。まあ値段もまあそれなりにするんでっていうのもあるのかもしれないですけども、でこういうなんか一回洗っただけでも結構生地が硬いんでどうかなと思ったんですけども、意外に履き心地が良かったっていう感じです、形ですね。はい、なんでこれ今ジンバブエコットン使ってて、あとこのジーパンのあのフルカウントのコンセプトが最高な日常服っていうのをコンセプト だとか、あとはその寝る前まで履きたいジーパンみたいな感じで、そういうのは本当履き心地をかなり追求しているものになる、そういうのをコンセプトに作ってるジーパンみたいなんで、まあでも本当に履いてみてかなり履き心地良かったですね。全然今まで全く名前自体は知ってたんですけども、特に買おうという気にもならなくて、本当に最近ちょっとジーパンなんかないかなと思って、こういうなんて言うんでしょうか、色がリジット、まあ、これリジット1回洗ってるからリジットじゃないですけども、こういう濃いやつを一から履いて買おうかなと思ってですね、でその時にちょっと候補に上がったのはここですね。はい、ということで一回ちょっと履いてみましょうかね。ではちょっと一回試着してみたいと思います。はい、ではですね、着用するとこんな感じですね。はい、で私が身長173センチの体重が74キロぐらいで、今回サイズが34インチですね。はい、こんな感じになりますね。で、モデルが先ほど紹介した、フルカウントの、1101ですね。はい、こんな感じになります。まあ、程よく太さがあるような感じのシルエットになります。まあ、本当に武骨な感じですね。まあ、こういったバンズの靴もかなり相性いいかなと思いますね。後ろはこんな感じですね。はい、でかなり履き心地もやっぱ多少なんか気のせいかいい気がしますね。まあやっぱコットンが違うのか、ジンバブエコットンって言うんですけども、全然特になんか普通はないですね。結構なんかこういう最初これジーパン買い立てってなんか硬いし、なんか嫌だなって思うんですけど、全然そういうのがなかったですね、このパンツに関しましては。まあ一回洗って、ワンウォッシュって一回洗ってるタイプであるので、そういうのもあるかもしれないですけども。はい。で、もともと1105ってやつを買おうと思ったんですけども、それだとかなりこれよりもさらに太くなる感じになるんで、ちょっとなぁと思ってですね、あんまり太いのもそう自分好きじゃないんで、違和感があったんでこっちにしましたね。で、これ、この1101だとシリーズ的に2番目に太いのかな、多分。で、これ以降だんだん細くなっていくみたいな感じであるんですけども、はい。これぐらいが無難なのかなと。本当初めて買ってみて、割といいなと思ってですね、今回結構かなり気に入りましたね。はい、まあこういうのを買っちゃうとまた同じ色で上のセットアップですかね、デニムジャケットも欲しくなっちゃう感じはするんですけども、ちょっとそちらも今検討中ですね。ファーストタイプとか対戦モデルみたいなやつがあれば欲しいなと思いますけども、はい、ではこちらで以上となります。はい、ではいかがだったでしょうか。まあ本当ですね、今まで本当昔からあるブランドではあるんですけども、初めて買ってみてですね、あ、いいなと思っちゃいましたね。はい、全然気づかなかったですね。はい、でもまあでも逆に自分がその中学ぐらいから、まあ、今までずっと続いてるブランドではあるんで、やっぱりすごい人気あるのかなと思いますね。履き心地も良いですし、まあ、だんだん硬いズボンだとか、まあ、だんだんこう年取ってくると、最近多いのがゴムのパンツですかね、こういうベルトとかをつけずに本当ウエストがゴムになっているような、ズボンを履きがちではあるんですけども、まあやっぱちょっとこういうのをですね、いいの買ってですね、履いていくっていうのもいいのかなと思ってですね。でただやっぱり履き心地が良かったりですとか、あと形がかっこいいとか、そういったの考えちゃうと、まあこちらに行き着いたっていう感じですね。本当に今まで全然なんで買ってこなかったんだろうって思うぐらいですけども、はい。
はい、まあ、あとジーパンになるので、まあ、ちょっとネットとかで買うとですね、やっぱ失敗する可能性とかも結構かなり高いのかなと思いますんで、まあ、できればやっぱ店で買った方がいいんじゃないかなと思いますね。こういう裾とかも切ってくれますし、そうですね。 あと意外にこの耳、これなんかかなり分かりづらいですけど、結構この通常赤耳だと本当に赤い糸があるんですけど、結構このフルカウントさんはなんかかなり薄いなんかピンクっぽいようななんか感じですね。あれ、これ初めこれ赤耳かなと思って、なんかよく見るとちょっとピンクっぽい糸があるんで、そこはちょっと違うのかなですね。まあ、特に、まあ、この辺は別にどっちでもいいですけど、自分的には。はい、ということでこちらで以上ですね。はい、ではですね、また何か、購入したりしたものがございましたらですね、また随時、動画で紹介したいと思います。はい、ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。ではさようなら。